大谷翔平の結婚が公になって以降、各テレビ局は彼の妻の出演をめぐって競争を繰り広げている。大谷自身の練習風景でさえ視聴率を稼げるため、妻が画面に現れればその影響は計り知れない。フジテレビは、大谷の両親に好意を持たれ、彼の年末特番出演を勝ち取った。その成功例に学び、各局は大谷の家族、旧友、小学校時代の同級生にまで接触し、彼との連絡線を確保しようと試みている。特に注目すべきは、一部のキー局が、大谷妻を出演させた場合、金一封を送ると内部通達を出したことだ。その報酬は100万円以上になるとも言われている。この申し出により、スポーツ部門だけでなく、バラエティ部門も含めた局内の競争が激化。スタッフは大谷が興味を示す可能性のある対談相手を見つけるべく、熱心にリサーチを進めている。マスコミは人の家族にはプライバシーを与えるべきだと思うで、控えめに言って即時廃業してほしい。大谷がゲス笑顔で、あんたたちがうるさいから、と、あんなにはっきり言ってたの聞いて、やばいなって感じないのすごいなと感心するわ。これが嫌だから大谷も功労して探るなよって釘刺してるのにな。だから日本のテレビは程度が低い。もし本当にメディアがこれを実行すれば、大谷は野球のことも含めて一切の取材を受けないだろうな。人の家族を物扱いだよこれ。羽生結弦さんの件で何も学んでないのだろうか。知ったところで幸せになる人はいないけど、逆にめちゃくちゃ不幸になる人はいるんよな。地方大谷選手の妻が賞金首になってしまう。親御さんのところには以前から押しかけているようだし、もうなんとも。それやったら大谷の放送権なくなる。余計に視聴率は取れなくなる。首覚悟で放送しないと。メジャーの放送権も飛ぶ。大谷サイドに逆に札束で叩かれて終了のような、その後、出禁になって泣いてほしい。大谷の妻をテレビに出したらもうその局は終わりだから。皆さんがうるさいので、って言われた理由、ここに極まれり。マジで低俗やな。